ントです。それではキャンディリミットの続き、やっていきます。前回のあらすじ、かわいい、面白い、怪しい、怖い、なんか戦闘始まった。そして現在結構慌てております。あ、Z キーをしたらちょっと詳しい説明出てきた。それでも正直よくわからない。普通の RPG とはだいぶ異なるシステムのようですし。そして何よりこれがウディタ製であることに衝撃を隠せない。とりあえず、右のパラメータがなくなるまでは攻撃したり移動できるんですね。そして右のパラメータがなくなると、何もできなくなるようです。あと、どうやら距離によって攻撃に対するダメージ量が違うようで、有効射程が、だと大ダメージを与えられるそうです。ただ、コツをつかむまでにはまだまだ時間がかかりそう。あとさっきから思ってたことなんだけど、この曲めっちゃ好き。SF チックな曲ってすごくかっこいいですよね。敵も結構ボロボロになってきたし、そろそろ倒せるかな？お。敵に勝ったよ。やったね、キャンディちゃん。同じゲームですよね。私の目がおかしくない限り、さっきと全く同じゲームなんですよね。そしてパンナコッタさんですごく安心する。正直あんなのが夢の中で出てきたらトラウマになってもおかしくないと思う。そして何より怖かったのが、現実世界のキャンディちゃんと夢の中のキャンディちゃんが別人すぎること。どれくらい衝撃だったかというと、獣フレンズのサーバルちゃんが突然賢くなったような感じ。まあ、ただの悪夢だから大丈夫ですよね。このセリフ、めっちゃ好きです。やっぱりパンナコッタ姉さんマジ姉さん。お、新しい情報が入ったっぽい。後で確認してみようかな。ちょ、いきなりめっちゃ魔力使われた。その後は誰も来なかったので、なんとかなくならずに済みましたね。まあ、次の日には回復してるけど。あ、そういえばさっき状況を確認してみたら、101人だった人口が96人に減ってたんですよね。これ大丈夫なんですかね。お、新しい場所追加か。あ、今回が初めてかと思ってたけど、時々あることなんですね。確かにこれはキャンディちゃん自身も気をつけないと、何が起こるかわからないし。それじゃあ、まずは洞窟で何が取れるのかを確認してみましょう。ここでは、泡、あんこ、カカオ、クリーム、氷が取れるようです。だいぶ種類が豊富になってきて嬉しい。嬉しいんだけどなぁ。さっきから不穏な展開が多すぎてちょっと不安なんですよね。新しい食材手に入れたのに何も作れないし。あれ、この子初めて来たな。めっちゃ可愛い。そしてこの子だけ毎回厳しい。一番の子だけ厳しいのも、何かの伏線かもしれない。パンナコッタさんいないとちょっと寂しい。何も作れないじゃん。アップルパイ人気だけど、魔力が足りないから作れない。ご
ごめんね。今日こそ新商品開発しよう。やっと新商品できた。昨日の分も挽回したよ。やったね、キャンディちゃん。何気に最初の女のちょっと怖いのは自分だけでしょうか。こうやって見るとだいぶ商品増えたなぁと思います。皆さんはこの中で一番美味しそうと思うお菓子は何でしょうか。まだ見つからないのか。最初は探索中に妖精が見つかるイベントがあると思ってたんですが、今のところ全くそういうイベントはないんですよね。ただひたすらお菓子の材料探しを繰り返すだけ。ショコラ完成。今日作れるのはこれだけかな。せっかくだしショコラのデザインを確認してみましょう。腹減ってきた。探すイベントどころか、探そうとすらしないんだよね。パンナコッタさんに頼ってるからなのか、それとも。なぜか氷だけめっちゃ取れるんだけど、たまたまなんですかね。あれ、いちご大福って作ったことなかったっけ。だいぶ前に作ったような気がするんだけど、気のせいかな。よし、今から予言しよう。20日目は、きっとすごいことが起きる。この子ほんとめっちゃ可愛い。あれ、何も起きなかった。むしろお気に入りの子が来てくれたからめっちゃいい日だった。わーい、ミラクルキャラメルだー。普通のキャラメルとどう違うのか教えてもらうぞ、ゴルアーン。普通のキャラメルが3つ置いてあるだけだった。右上のは何だろう、どう見てもこれは、はい、無事に終わりました。なんか今までよりも変わった名前が出てきた。そういうことかよ。でも今の時代、猫に、玉って名付ける人ってほとんどいないのでは。実際どうなんだろう。もう1週間は経ってるし、さすがに心配ですね。ほのぼのゲームで行方不明者が出るのって、なかなか珍しい気もする。食事をしなくても生きていけるのか。妖精の力ってすげー。今のは結構びっくりした。完全に油断してたわ。これってつまり寝てる最中だけじゃなくて起きてる時でも発生するってことなのか。このゲーム油断できない。あとやっぱりキャンディちゃんが普段の口調と全然違う。別人のようになるのも何か意味があるんですかね。かわされた。まあ、とは言わないであげよう。確かにこれ負けたら間違いなくゲームオーバーだよね。あのセリフは忘れられない。パンナコッタさんのあの言葉を忘れずに、今回も頑張って戦おうと思います。やっとヒントくれた。最初あまりにも説明が少なすぎたから慌てたけど、今度は落ち着いてやろう。
またかっこいい BGM が。もはや経営ゲームがメインなのか戦闘ゲームがメインなのかわからなくなる。グラフィックも明らかに経営パートと比べて凝ってるし、一見別のゲームに見えて、ちゃんと関連性はあるみたいですね。でも、正直に言うとまだ戦闘パートには慣れていません。経営は簡単なマウス操作だったのに、戦闘は複雑なキーボード操作だから、切り替えに慣れるまで時間がかかるし、結構難しいんですよね。ここで余計、あるるるれくくく、イベント中以外は避けられないのだよ。お、おのれ。うわぁこっち来るな。くそぉ、機械みたいな喋り方しやがって。すげえ、めっちゃダメージ与えられた。いい最強セス。勝ちました。ただいま。え。体ごと。やっぱり普通の悪夢じゃねえ。実家のような安心感。まさかの3時間。そういえば戻ってきた時も、すでに3時間経ってたんですよね。謎だらけでストーリーはまだはっきりとわからないけど、実はキャンディちゃんに何か裏があるのではないかと思い始めている。私はキャンディちゃんの切り替えの速さが怖いです。パンナコッタさんも何か知ってそうだな。明日、どんな話をするのか気になりますね。今日も一日頑張るぞい。元気いっぱい、なのか？無音怖いよー。え、さすがにそれやばくないですか。ああ、確かに1回目の時もそうでしたね。偶然のようには思えない。それにしても、怪物を倒した後子供も消えるだなんて、それじゃあまるで。まるで。いや、まさかね。お、新しい場所追加だ。よし、今日も元気に頑張ろう。相変わらず氷ばっかり集まるけど、まずは森に行って材料を探してこよう。ここでは、オレンジ、蜂蜜、ナッツ、バニラが取れるんですね。ということは、アイスクリームも作れるようになるのかな。何も作れないじゃん。よし、次は30日目だ。絶対何かが起こる、間違いない。ほら、ソーダキャンディができた。私の予言通り、いいことが起こりましたね、ふふふふふ。はぁ、くそー。いつ何が起こるのか全く予測できねえ。34日目にしてキャンディちゃんの顔グラをクリックするとヒントが見れることに気づいた。だいぶ今更だけど。何度クリックしても、やっぱりいつものキャンディちゃんだ。とても純粋で素直で明るい子だ。それは、まるで、私の心。なんで氷こんなに取れるんだよ。私の心はこんなにも温か。あ、チョコドーナツ美味しそう。え。
か、スイーツの王道。今までありそうでなかったショートケーキ。すっかり商品も増えて、何も買わずに買えることもほとんどなくなりました。だいぶ立派なお店になったのではないでしょうか。出た、デザートの王様パート2。やはり王道というだけあって、結構魔力使いますね。そして売れたのはおやき団子。あれ？なんか突然始まった。語り手は誰だろう？え、全員記憶失った状態だったの。この語り手って、もしかしてパンナコッタさんかな？ニヤニヤ。うふふふふ。パンナコッタさんが一番年上なのか。確かに、他の妖精の子供たちと比べて明らかにしっかりしてますからね。そしてパンナコッタさんは、誰よりも慎重な性格ですね。その妖精って、もしかして。そして何もなかったかのように普通に始まる。またアイスができた。40日目も何も起こらないか。やっとクレープができた。でも未だにパンナコッタは作られない。冬なのにアイスが食べたくなる謎。お、ついに4ページ目に突入したか。確か5ページ目まであったから、コンプリートまで結構近づいてると思う。このペースを維持すればコンプリート目じゃないでしょう。そういえば、これって開発中は2時間削られるけど、就寝前にやったらどうなるんだろう。まさかの延長。早く寝なさい。そして時間の延長を全く気にしないという、なかなかの裏技を発見してしまった。お、パンナコッタさんの話の続きだ。ああ、やっぱりさっきの妖精はキャンディちゃんのことだったんですね。確かに裏はありそうだけど。本当だ、記憶がないはずなのに名前を即答する時点で他の妖精と大きく違う。いや、それだとパンナコッタさんも。あ、そういうことか。じゃあ本名はどの妖精もわからないということかな。やっぱりパンナコッタさんも名前覚えてなかったんですね。キャンディちゃんと一緒に考えた結果、
その名前として生活することになったのか。めっちゃいい名前じゃん。確かに、食べたことすらなかったですからね。クッキーやプリンすらも。お頭が足りない。確かに賢いとはとても思えない。思えないはずなのに、なんで戦闘の時だけ。でもあれが演技とも思えないし、謎が謎を呼びますね。そして安心と信頼の BGM。 なんか奇跡的にラッキーセブンになった。オレンジババロアもできたところで、今回はここまでにします。どうかキャンディちゃんがお菓子作りを続けてくれますように。それではまた次回で。